ブライト覚醒で中日外野陣争いやばい一発2打席連続。いやもう中日をねやっぱりやれば視聴数が伸びるとかそういうことじゃないんですよ。ああ決してな、決して中日が本当にやばいんですよ。中日がそうさせるんだよな。そうなんだよ、前回スタメン争いみたいなやりましたけど、うん、それでも結構激しいなっていうのはあったでしょ。今回外野に絞ってっていうのはブライト健太選手が覚醒してるんですよね。ちょっとこれは頭になかったね。いやこれはね、16日2本20日2本、うん、2試合で4発8打点の活躍ですよ。あもう覚醒と言っていい。ホーム見ました、うん、ブライト健太さん、オープンちょっとオープンスタンスでめちゃめちゃ打球の質最初の2発でやばいなっていうのはちょっと皆さん感じたと思うんですけど、うん、これもう20日の2本でちょっと確定。なんか万波選手をさらに率を確率を高くしたようななんかまあその同じハーフっていうあれがあるかもしれんけど、ね、そうね、僕はね打球の感じそれこそ本当和田コーチみたいな押しを工程のノリさんなんですけど、うん、なんかねすごいバットにうまいこと乗せて、じゃあたまに YouTube で上がってくるセンターライナーかと思ったら入るみたいなあとこっち向いてライトサンドとかもう多分打ち始めますよ。ブライト健太選手、はい、なんですけども22年は2軍ですよね、うん、46試合で打率2割1分1厘3本塁打10打点オプスも600と、まあ、あのドラフト1の選手ですけども、うん、まあどちらかというと将来性、うんで入団したとこもありますんで、うん、まあどれだけ早く出てくるかっていうところでこの2年目のこの時期の覚醒、まあ早速21日1軍に呼ばれました。ああよかったよかったね。1番センターで出場と。1番センターいやライトでここまではね対外試合4試合打率5割4本塁打9打点オプス 2.325 っていう。おお2はすごいな。2はやばいよね。まあこれ本当に15日、対外試合2試合終わった段階で、ノリコーチから、うん、ちょっとオープンスタンスにしてみないかとしたばっかりなのよ。ほうそしたらもう全然打球ちょっと正面向く感じですぐ結果がこうやって出ると。まさにでもノリさんだね。あそうね、そう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 。なんで開いたことで、まあ、直球にもつまんないような形になったっていうね。ほうほう、はい、で今あの岡林選手がちょっと怪我、うん、交錯してねちょっと足怪我したまあ打撲ですけど心配だね。なのでまあチャンスを掴んだっていう形で、もうブライト選手いなくても外野もういすぎってい う、 いやそう4ポジ欲しいんだから本当は今中日は。なんかいろいろ重なってもうバイト取りすぎてシフトを逆に提供できないよといやそうそうそういう状態になってんのよ、うん、まあそこで結果を出したらねまた一軍定着っていうところになるんですけど、うん、まあ今一軍にいるメンバー岡林選手2月14日のロッテ戦では4打数2安打1盗塁で、ここまで対外試合、これはね、19日までの試合な、うん、結果なんですけど、打率3割で、オプスも600というところで、まあまあまあ、まあ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 、うん、でもちょっとうかうかできないよ、ちょっと悪いけど、岡林選手も。うかい選手もいるしな。いやそうよ、うかうかうかいがあるからね。で、アキーノ選手、うん、まあ、ぼっちぼっち仕上げてきてるって段階なんですけど、ここまでの練習じゃ2割5分、オプスは 0.875、うん、やっぱり長打力はやっぱり魅力なんだよね。うん、で、まだいるんですよ。あの、いないよ。中日ファンの方やっぱりね、よく見てるから、コメントでもたまにいただくんですけど、三好選手ね。いいの？いいんだよ。迷うんだよ。ここまで打率3割3分3厘、オプスも757っていうところで、三好選手がいいっていう声は、ファンから上がるってことは本物だからね。そうだね。うん。一番見てるわけですから、うん、で、前回もやりました細川選手ね、これは打率4割6分7厘オプスも 1.446 と、だから細川選手スタメンあるんじゃないか大島選手を差し置いてね、うん、っていう話をしてもまあさすがに大島選手は使うだろうっていう声が多かったですけど、うん、いや細川でもいいんじゃないっていう声もあったぐらい打ってますよ。本当に、うん、で鵜飼選手ね、うん、まあやっと2月14日にホームランが出まして、あれと、うん、ただそれまでちょっと不調だったんでね、ここまでは打率1割5分8厘オプスも498と、まあ、ここから鵜飼選手は打ち続けることですよね。鵜飼、うん、してな、鵜飼選手だけやったら出るね、出るね。でまあ福本選手ね、まあ、ファーストで入ってはいるんですけど、うん、ここまで打率4割オプスも 1.120 とすごいな、アピールしてんのよ。大阪といいんじゃない本当に。だから規定路線だとセンター岡林選手、レフト大島選手、うん、でライトはまあアキーノ選手が入って、うん、まあちょっとね打力的に上がるんじゃないかって言われてるんですけど、いやちょっと待てよと。いやーキムタク待てよ、
そう考えると岡林選手の対抗馬はまあ走攻守揃ったブライト選手で、レフトはまあ大島選手って言われてますけど、まあ鵜飼選手、ないしはまあ他のポジションでもしかしたらガッとレフトまで来るかもしれないですよね。うん、でライトはまあ細川選手、まあ、秋野選手、うん、まあ鵜飼選手なんかもライトもできますけど、すごいのよ。すごいな。3ポジション争って、これ読めないんですけど、まあ、立浪監督がねちょっと単独インタビュー答えてるニュースを見つけましたんで、あら、もう恒例ヒントだからね。あ、まあ、まずね今年の戦い方としては、まあ、A クラスにちょっとあまり入れてませんけどっていう、うん、まあでも最低クライマックスというのは逃げ道ですよと。お、目指すのは優勝しかないです。まあ、まずこの気概ね、立浪監督のビクトリーね。ビクトリー だけですよ。今年は勝てる選手を使いますよ。ほう、給料とか実績は関係ない。ほう、はっきり言ったんですよ。ほう、ということは、いや大島選手2000本かかってますけど、なるほどな、あるよと。ちょっと下からの突き上げに耐えられないようだったらあるよ。まあ、大島選手はもう開幕にバチコン合わせていくでしょうから。俺全然首位打者もあると思ってるもん。いやそうなんだよマジで。ただこのね魅力的なねタイプがみんな、ブライト選手だったら走攻守3拍子揃った、あ、まあいい選手だし、まあ、細川選手だったらやっぱりパワーよね。うん、ファーストのビシエド選手にもちょっと影響あるかもしれない。そうだな。うん、下手したら。なんで、まあ、外国人は4人いますけど、うん、外国人はチームを変えられないなら選手を変えるしかないって言ってるんですよ。うん、だからもうどんどん変えて起用するっていうのも明言してるんで、うん、立浪さんは、うん、これまあだから細川選手、鵜飼選手あたりはファースト起用も含めて。そうだよな。うん、まあ、結局トータルバランスで見るのであれば、うん、内野手がどういう人選になるか。例えば、うん、内野手が、まあ、村松選手とかね、どっちかっていうと小技のね、小技とかの選手がメインになるのであれば、うん、外野は長打力、まあね、そういう意味で、いやだったら大島選手よりブライトじゃないみたいな。あ、そういう考え方はあるね。あるし、逆に石川選手とかが帰ってきて、うん、まあ、1枚ちょっとやっ、そうそう、和製の長距離砲が入ってくれたんだったら、うん、そこはじゃあやっぱり大島いっとかなきゃなとか、出塁率いいよっていうね。うん、だからそうね、石川選手あたりは結構キーマンになってくるかもしれないですね。高橋周平選手もそうですけど、ね、多分大島選手なんかは焼肉とか頻繁に連れて行くんじゃないかもう早く帰ってこい、帰ってこい、一緒にやろうやと大島組ね、大島組、俺が出てお前が返すんやそれしかないで、逆にブライト選手とかは村松選手とか田中美希選手に、うん、焼肉行こうやお前らがやってくれと。バランスやねんそこまでやれたらすごいですけどね、うん、まずブライト選手は一軍定着しなきゃいけないけど、そうか、まあだからブライト選手はあのオフ、やっぱりこういうことだよね。塩見選手ね、弟子入りしてますから。いらんことやめろって言ってるんだから俺は出すなと菊池についてそうだよ。で、塩見選手が、お、昔の俺を見てみるみたいだと、ほう、ちょっとこのバット使ってみって、ほう、細いグリップのバット渡したら、プン、振りやすいっすねと気が合うんだろうな。だからまあブライト選手なんかタイプ的にもね、まあ、1番を打ったらいい1番になりそうね。長打も打てて1番か、やだな。やだね。まあ岡林選手1番、ブライト選手2番とかでも面白いかもしれないけど、ね、今の現代野球だと。いや、なんでモンデンさんね、ちょっと中日の外野陣は目離せないっすよ。すごいな。これだからチャンス平等に与えるかっていうとそうでもないでしょうから、まあ、こっからはそりゃそうよ。そう、一応開幕スタメンを勝ち取って使い続けられる選手もいるわけですから、まずやっぱり開幕スタメンを誰が取るか、うん、これは要注目ですよ、モンデンさん。なるほどね。はい、なんで異常にモンデンさんって言われたのか分かりませんが、これオープン戦ね、中日外野手争い目が離せないぞという回でございました。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。素晴らしいけども、うん、いざ蓋を開けたら何人残ってるかと。まあね、そりゃそうですよ、モンデンさん。あえいかんはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。